へえ、最近はロボット社長が流行ってるのかな。別にいいけどね。私はゆくゆくはグラフィティアートの巨匠になるレイチェル・ドッツ。何かいい素材があれば教えてよ。事務室の壁ってなんか寂しすぎない？グラフィティアートにはもってこいの日だね。ねえ、そこのスプレー取ってくれない？なんでグラフィティアートかって？だって自由だもん。自分のイメージで壁一面を埋め尽くせるし。捕まりさえしなければね。最近孤児院の子たちが全然言うことを聞かないんだよね。私の時は院長の言うことをよく聞いてたけど。え、別に院長に聞かなくても。ちょっと、私が作品を仕上げてるのに、ただ突っ立って見ているつもり？まあ、気持ちはわからないでもないかな。こんなに可愛いアーティストなんて、そうそういないもんね。え、もう診察の日？道理で背中が痛むわけだ。ついでだから、傷が良くなったかちょっと見てくれない？あ、変なことは考えないでよ。絵なら私に任せて。有名になったら、怪我することもないよね。さて、創作活動開始といきますか。ああ、スプレーを買ってこなくちゃ。これがいわゆる、業界の報酬ってやつ？スランプかな。私の力が必要ってことだよね。ド派手に書くよ。書いてほしいテーマはある？こっそり絵を描いちゃおう。みんな、スプレーは持ったよね。活かした作品を描くよ。想像力不足だね。情熱は満タンだよ。さあ、次の作品に行くよ。あー、待って、もうちょっとだけ。私の色使いのテクニックを見せる時だね。新品スプレー装着完了。スケッチの通りに描けたね。よし、もう少しで完成。うわ、こいつら。あー、このままじゃやられちゃうよ。げ、もうすぐ締め切りが。今回の作品はダメだね。やっぱり簡単にデビューとはいかないか。これよこれ、手厚いご褒美もらえるよね。誰にも芸術の道を邪魔することはできないってね。最高の作品になるよ。ハイライトを入れてみよっか。最近孤児院の子たちが全然言うことを聞かないんだよね。私の時は院長の言うことをよく聞いてたけど。え、別に院長に聞かなくても。